皆さんこんにちは、しほりみチャンネルしほです。はい、ということで今回はですね、今回は結構前、ほんと1ヶ月ぐらい前に IKEA でね、このクリスマスグッズを買ったわけなので、今回はね、そのデコレーションっていうのかな、まあツリーを飾るみたいな感じの、まあデコレーションをしていきたいと思います。でね、その他にもこの星型のライトとか、こういうね、次なんかサンタ型のライトも買ってきたので、そちらもね紹介していけたらなと思います。はい。でね、なんかクッキーがあって、これただのクッキーじゃなくて、あのツリーに飾れるんですよ、こちらのね。それは穴開いてないのかな。あ、どっかな、開いてるの。こっちですね、穴が開いてんだよね。ここになんか紐を通して飾れるっていう。そうそう、はい、すごいなと思って、可愛いと思って、こちらもね、作っていけたらなと思いますね。はい、こちらのツリーにね、こちらの、そう、これをね、セットで買ったやつ。はい、そうですね。はい、ちょっとこれしかないんですけど、これだけつけていきましょう。はい、はい。我が家はね、昔大きいツリーがあったんだけど、いつの頃からかなんか枝がボキボキ折れちゃって、結局処分してしまったんですよ。はい、で、まあ間になんかキラキラなコストコで全部が電気になってるやつ買ったんですけど、すっごいキラキラが落ちて床に、大惨事の品物だったんです、実は。なので1年しかそれ飾れなくて、そうですね、でその次の年にはもう白黒が、はい、来ちゃっただよね。そうなの、だからもう全然ツリー関係は、大きなツリー関係は変えてないんですけど、はい、今年はね、どうしようかなと思ったんですけど、IKEA にね、このサイズのツリーがあったのでね、開かない、じゃあ買おうということで、はい。りょうちゃん、またそれで戦ってんの。りょうちゃん、開けんの不得意だよね。はい、じゃあ開けてみましょう。シャン、こんな感じ、こんな感じで、うん、で、紐もちゃんとついてる。紐もちゃんとついてて、あ、ついてましたね。よし、じゃあ飾っていきましょう。はい、じゃあもう一気に飾っていってしまいましょう。これはもうね、はい、これはね、もう見てもない、仕方がない感じだ、はい、普通のね、ツリーと一緒なんで。はい、ということでね、一列だけ残っちゃったんですけど、こんな感じかなと。これにね、クッキーもつけるので、まあこんな感じかなということで、はい、しました。でね、紐を残してあるんで、これ飾りましょうか。うん、なんかね、でもこれね、紐がね、めっちゃ目立つ気がします。ちょこっと言うと、まあね、うん、なんか100均とかに売ってる飾りって、なんかちゃんと紐がさ、細くてなんか金色してたりするんだけど、なんかこれすごい白くて太いから、白くて、あ、でも遠目に見ると、うち分かんないっちゃう、カメラ越しだとあんま分かんないかな。でもなんか肉眼でこう近くで見ると、めっちゃ白いのが気になる。気にしすぎかな。まあ、壁が白ければなんとなくわかんない。あ、そっか、壁が白いからこうカメラに映すとそんなにわかんないかもしれないけど、うん、なんか普通に見るとめっちゃ白いよね。うん、はい、まあいいや。じゃあせっかくなので、クッキーちゃんも行きますか。本当はね、これなんかあのチョコペンみたいなので、なんかこう書いたりとかした方がいいんですけど、まだちょっとクリスマスでは実はないので、今日は12月10日ですね。はい、なのであと14日後がイブ、あと2週間。はい、そうです、ちょうど2週間ですね。あ、クッキーって匂いがする。普通のなんかクッキーだけどね、まあこれは定番で、そう、これもね飾れるので、ちょっと飾ってみようか。そうですね、うん、食べ物なんで、さすがにこれずっとね飾っとくのもなんか抵抗あるんで、今日はちょっと飾ったものはすぐ食べちゃいたいと思います。なのでちょっと数個だけ飾りましょうか。クリスマスの日にちゃんとね、いっぱい飾って。あー、ちょっと本当かいの似合うの。大丈夫ですか。はい、じゃあちょっとクッキーちゃんも飾ってみますか。これでいい？いいですよ、こんな感じで。お、なんか重いね、クッキーが。
じゃあせっかくなのでね、ちょっと近くに行って。まだ1個しか飾ってないけど、はい、かわいい、いいね、クッキーとか飾るのもね、食べれるんだよ。もう食べちゃって、最後しほちゃんに かぶりついてもらいましょうね。はい、じゃあもう3個ぐらい飾る。ママも手伝ってよ。はい、ママも手伝います。はい、3つだけクッキーつけてみました。はい、ということで、かわいい、かわいいね、これ、うん、かわいい、かわいい、いいんじゃない。いいね。で、クリスマスの日にあのなんかでこうチョコペンでなんか書いたりしたらね、いいかなと思います。とりあえず今日はちょっとチョコペンもごめんなさいなかったので、これでね、はいはいはい、ということで、じゃあ1枚食べてみましょうか。しほちゃん、味を食べますね。はい、いただきます。どう、おいしい。うんうんうん、おいしいです。なんかね、うん、固めだけど、固めです、うんうん、固めだけどおい、うん、しいです。この前のさ、あのコストコのお菓子タワーのさ、だから何とも何も言えないんだけど、レビューがひどくて本当ごめんなさい。あのね、動画見てくれた人多分思ってると思います、ね、だからさ、怖くて何も言えないんだけど、はい、だって、あのチョコチップマフィンのケーキをショートケーキって言ったんですからね。あれはヤバすぎですよね。ママ編集しててちょっとてんてんてんってなっちゃいました。もうヤバすぎて本当すいません。これもじゃああれですね、一応開けてみる。どんな感じ、ただ形になってるだけかな。ちょっと開けてみましょう。さっき同じです、形が違うだけでした。お人形さんと、あとなんだろう、これ立てるのが台みたいな。あ、お人形さんが立つんだ、台になってるんですね。そう、これ吊り下げるタイプじゃなくて、なんていうの、床に置くタイプだから。そうだね、ちょっと一個だけ置いてみる。すごい可愛いよこれ。ちょっとかわいい、置いてみましょう、せっかくなので。はい、こんな感じでね、はい、4つ並べるとこんな感じです。はい、あ、めっちゃかわいいですね。めっちゃかわいい、食べるのも、うん、待って、割れたんだけど、雪だるまが割れた、ウケる、あれ割れちゃった、かわいそう、かわいそうね、首が。しょうがない、しょうがない、ピエン。はい、ということでね、次にね、こちらの電気星型を開封していきます。でね、なんかね、こういう棒があって、棒にこう入れて光らせる感じなので、まあ正確に言うとこっちがライトです。これはなんかライトを覆うカバーみたいな感じ。これですね、うん、こんな感じに、こんな感じでなんか棒に刺す、うんうんうん、もう一つあの壁から、うんうん、あ、天井から下が、あ、吊るしてもいいってことね。吊るしてもいいな。はい、ということで、じゃあもう一気にね、作っちゃいましょう。そうですね、はい、はい、ということでね、無事に完成したんですが、見てください、これ、はい、白くて分かりませんよね。ライトつけます。ということで、ライト買い忘れてしまいました。すいません、すいません。めっちゃ見づらいよね、背景やばいね。どうしたらいい、ここのどっか、ピンクのどことかに、あ、こんな感じで、ね、はい、こんな感じの星型で立体なんですよ。そう、すごい可愛いんです。可愛いんですよ。中のね、電球が別売りっていうのが忘れて、分かんなかったね。なんかそっか、電球も別売りか。光ってるとこ見せたかった、すいません。なんかすいません、ちょっとね、まあ、こんな感じで電球がなくて、でもなくてもね、まあ可愛いです。可愛いです。まあ実際電球をつければ光るんですけど、はい、すいません、ちょっと光らせられなくて。はい、ラストです。これはもうクリスマス限定みたいな感じの、はい、サンタのね、ライトです。はい、星型ちょっとここにいてもらおうか、うん。こっちのね、サンタはリミちゃんがね、欲しいってことで、リミがどうしても欲しいって言ってね、うん、買いました。買いました。ってことはこっちも多分ライトが入ってない気がする。
もしかしたら。そういます。とりあえず組み立ててみたいと思います。そうですね。はい。やりましょう。はい。じゃあ中だけどう入ってるかだけ。お。お、怖いね。ねえ、すごいね。そこからやっていく。すごい。そこからやっていく人は珍しいよね。マジ？うん。ライトついてんじゃん。あ、ついてました。よかった。ライトついてました。わー、やったね。じゃあね、一気に組み立てていきたいと思います。はいはい、ということでね、組み立てが終了してついつけます。はい、なんか結構大きいね、やっぱこちらは ね、 ね、うん、ということで今回はライトついてたんで、はい、つけますね。いきまーす。3、2、1。おお、いいね。やっぱついた方がいいね。ね、かなり明るいかもしれないですね。ね、うん、いいじゃん。いいね、こんな感じで。いいじゃん。ね、本当はね、ツリーがもっと大きくて、はい、サンタさんが下にいるって感じの方がいいのかもしれないですけど、我が家も今年はね、この大きさのツリーで十分かなということでね。はい、はい、そうですね。あ、いいじゃん、クリスマス。すごいクリスマスが終わりましたね。はい、はい、ということで今回はね、1ヶ月ぐらい前にね、 IKEA で買ったクリスマスグッズを今回は開けてね、デコレーションしてみました。はい、ツリーはもう本当にね、すごいクリスマスって感じられます。はい、聞いてください。私ダンス習ってるんですけど、うん、そのダンスの曲がクリスマスになったんですよ。もうクリスマスまで2週間ですもんね。そうですよね。あっという間だね。ダンスは変わらないのに曲だけ変わるよとか言ってさ、クリスマスの曲になったの。いいじゃん、クリスマス気分になれて。だからもう、あ、もうクリスマスだはい、だからね、そういうことでね、うん、少しずつ苦し、はい、クリスマスを感じられる、うん、ですね。そうね、2週間はやっぱね、クリスマス堪能しないと ね、うん、そうですね。クリスマス終わったら一気にお正月になっちゃう。お年玉でーす。まあまあ、その話はおよくて。はい、じゃあね、はい、皆さんももし気になったら IKEA にあるので、はい、まだ間に合います。ぜひぜひ買ってみてください。はい、ということで、それではバイバーイ。